こんにちは、藤原美智子です。前回は口元が8割、それから目元が2割のメイクバランスについて、説明いたしました。で、その前々回は、目元が8割、口元が2割のメイクバランスについて、説明しましたので、今回は、目元と、口元が5割ずつ、というようなメイクバランスについて、説明したいと思います。この割合でメイクをすると、きちんとした印象とか、オフィシャルな印象とか、そんな印象になりますので、幅広い場面で応用できるメイクバランスじゃないかなと思います。で、テクニックなんですけれども、目元だけが突出するとか口元だけが突出するっていうことにはならないようにするために、テクニックはもう基本のテクニックを用います。で、このチャンネルでは、タイトルに永久保存版って書いているものは全てメイクの基本的なメイクについて説明をしていますので、今回はそれを用いてメイクをします。そして色なんですけれども、こちらも目元や頬、それから口元どこかが目立つということではなくって、全体の色味を揃えるということがポイントになります。今回はブラウンのアイシャドウとホワイトパール、チークはコーラルピンク、そして口紅はコーラルブラウンを組み合わせてみました。このように色の印象を揃えるというのも5対5のメイクバランスのポイントとなります。向かって右側の目元とチークはメイク済みです。これから反対をこのようにメイクしていきます。まずはアイシャドウです。このチャンネルでは馴染みになった指で塗る方法でシャドウを塗ります。中指にシャドウをつけたら、まつげ際から二重のラインの少し上か、目を開けた時に少し見えるぐらいまで塗ります。ホワイトパールのシャドウも指で目頭の先端に塗りますが、これらのシャドウの塗り方は過去動画で詳しく説明しています。概要欄にリンクありますので、そちらを参考にしてください。そして目尻側と下まぶた3分の1にもシャドウを塗りますけれども、この場合はチープを使うと的確に塗ることができます。チープは止めずにスッスッと払うように塗ると自然な感じに仕上がります。次はアイラインです。今回はリキッドライナーで、前回も説明したまつげの根元近くを指で軽く押しながらラインを引くという方法ですが、でこのようにするとまつげの根元が見えるので際ギリギリにラインを引くことができます。ラインが苦手な方は試してみてください。こうしてラインを全体に引いた後、目尻の羽を作ります。顔はまっすぐにして目は普通に開けながら引いていきます。でこの時逆三角形を作るような感じで羽の部分を作ります。でそしてラインと羽の部分がなだらかにつながるようにするためにも目を開けながら引くというのがコツです。最後に綿棒でアイラインをぼかします。目尻までは目を軽く閉じながら、羽の部分は目を開けながらぼかします。そして綿棒についた液で下まぶた3分の1のまつげ際につけると目元に深みが出ます。次はマスカラです。マスカラで大事なことは、まつげの根元から上げるような気持ちで塗るということと、下まつげはマスカラを縦に持って塗るという基本動作をきちんとするということです。この効果的な詳しい塗り方は過去動画のより目元が大きくなるマスカラの塗り方をぜひ参考にしてみてください。次は眉です。眉も基本的な描き方をします。まずは眉山から眉尻を描いて、その後眉山と眉頭の間を描きます。この時の大事なことは、手を大きく動かすということと同じところばかり描かないということです。そのためにも上半身が見えるぐらいに鏡と離れながら描いてください。で詳しい描き方は過去動画の眉の基本の描き方をぜひご覧ください。そして描き終わったら必ずスクリューブラシでアウトラインをぼかして自然な印象にすることも忘れないでください。過去動画の NG 眉の防ぎ方の2本も合わせてご覧ください。そして眉毛の抜けている部分はアイブロウリキッドを使って一本一本埋めるようにして描きます。リキッドは描くときは手鏡で、その後必ず遠い鏡を見ながら確認してください。次はチークです。ブラシはチークに垂直にトントンとつけて、容器の蓋でもいいので軽くトントンと払ってから塗るとムラにならずに自然になります。これは習慣つけてくださいね。で塗るときは軽く微笑みながらするとうまくいきます。で塗り方は頬骨の骨格に合わせて塗るのですが、詳しい塗り方は過去動画のチークの基本の塗り方をぜひご覧ください。
次はリップです。まずはリップペンシルでふっくらとした唇にするためにラインを補正します。この描き方は過去動画のリップラインの描き方の基本で説明していますので、ラインが気になる方はぜひご覧ください。そしてラインも軽く微笑みながら描くとうまくいきます。いいと口を横に引っ張りながら描くと失敗しがちなので、軽く微笑むということはせないでくださいね。で、微笑むというのは軽く口角を上げるということです。そして顎と手鏡は平行にしながら描くというのも失敗しないためのコツです。その後、軽く上下の唇を合わせた後、口紅を塗ります。口紅を直塗りしても綺麗に仕上げるためにも、ラインは少し太めに描いてくださいね。で、塗り終わった後、ティッシュで濃さの調節をするというのは前回と同様です。いかがでしたか？今回は、テクニックは基本のテクニックを使って、それからアイシャドウやそれからチーク、口紅はもう色の印象を揃える、でこのようにして、目だけが目立つとか唇だけが目立つのではなくって、全体のバランスが整う。でそうするときちんとしたオフィシャルな印象になりますので、そういった機会が、あるときはぜひこのメイクバランスを試してみてください。ではまた。